京都競馬場第10競走は若駒ステークス3歳オープン芝 2000m 混合戦今年は9頭ですスタートしましたさあコースタートは宮城タイガそしてノースパストラルすぐさま一段ラシーマそして間からタガノバスターがやや押し気味に上がっていきましたタガノバスターやはり花を切るようです単独2番手の位置ですがラシーママイネルクロップ外から3番手 宮タイガアドマイヤ王者中段の外目あとはゼッケン2番のノースパストラルがその後リアンド・ファミはその後です各馬1コーナーカーブして先手を奪ったのは5番タガノバスターです3馬身4馬身逃げ足を伸ばします2番手の位置ですがゼッケン7番ラシーマが続いていますその2馬身後方ですが8番マイネル・クロップ追走向こう上面へと入ります3馬身4馬身開いたところ3番宮司大がその後は2番のノースパストラルが追走しています そしてその後にその後にゼッケン9番アドマイヤ王者が続いておりますそして内からだ半分差4番リアンド・ファミもいっていますそして外一馬審査の位置には6番のサンガビーの最高峰帯域が1番メーケー・ペガスターという体勢です各馬がバックストレッチ中ほどを進んでいきますスタートしての 1000m ですが1分1秒台で続々通過ペースを握っているのは5番タガノバスターです 逃げてリードは現在、1馬身となってまいりました外からマイネル・クロップが差を詰めて3コーナーカーブ内、体半分差ラシーマ宮治体が差を詰めてまいりますその後とムチが入って2番のノース・パストラルは依然中断そしてその1馬身後方ですがアドマイヤ王者そしてリアンド・ファミュー内からマークするように進んでいますそしてその後方ですがサンガビーの最後方に1番メ系ケイ・ペガスターです34コーナー中間からこれから4コーナーです5番タガノバスターが先頭リードは4分の3馬身外からマイネル・クロップが差を詰めて 徐々に並んでまいりました宮地大我が外から接近していきますさらに内を狙ってラシーマ第4コーナーから直線外に持ち出していった9番のアドマイヤー・オジャがちょうど中段の位置まで押し上げにかかりました左内ちをついてリアンド・ファミュー左右ちをつきましてはリアンド・ファミューが前に接近してくるさらに左内ちからメーケー・ペガスターも前に接近してくるが前の争いですがマイネル・クロップを今度はかわしたリアンド・ファミューリアンド・ファミュー一馬身のリードを取って五輪2番手争いどうかマイネル・クロップかあるいは名ーペガスター左右からよく差を詰めています